こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月も後半に入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、この間ある仕事の日で、その日は午後からアフレコがあって、でアフレコ終わったら夕方からは、ちょっと時間が空いて夕方からは、違うスタジオ移動して、でもそこから同じスタジオで一箇所で3件連続で仕事っていう日があって、まあ3件とは言っても、1つは1時間2時間かからずぐらいで、60分から90分ぐらいでケリがつきそうな分量のお仕事と、で2件目がもうそれはもう本当すぐ10分あれば終わってしまうようなお仕事と、3件目はまあ3、40分ぐらいでトータル終わるかなっていうぐらいのバランスで、でそちらで仕事始まって、1、2件は連続して、やることになって、でパーッと終わっていてですね、ただ3件目は、リモートつないで、声聞いてもらってチェックしてもらってっていうのもあるので、まあ、先方との約束の時間もあるっていうんで、待ち時間が発生して、要は90分ぐらいかな空いたんですけど、まあその同じスタジオだから移動時間もないんで、これどうするかってなって、スタジオの人からもどうしますって聞かれて、ここにいていただいても全然いいですし、同じスタジオの同じブースだったんで、ここもずっと開けとくんで、くつろいで過ごしてもらってもいいですし、全然その一回出てもらってまた戻ってきてもらうのでも、この時間に戻ってきてもらえれば大丈夫ですよって言ってもらって、でどうしようかなって思ったんですけど、暇つぶしの道具とかこの仕事の作業できるような、ものもなかったので、じゃあご飯食べるかとも思ったけど、お腹も、空いてなくてやることないなってなって、でスタジオの人と会話が続いて、この辺に面白いお店とかないですかとかって聞いて、でいろいろこううーんとか悩みながら一生懸命考えてくれて、向こうもでいろいろいくつかアイディア出してもらって、あそれ良さそうだなと思ったけど、検索して、情報を調べていったらもう夜だったんで、閉店とか閉まってたりして、あじゃあここもダメかそこもダメかってなって、これいよいよもうやることないな、じゃあちょっと出かけて行ってまた戻ってくるぐらいが時間潰せていいのかなと思ったら、スタジオの人が暇つぶしのなんか道具っていうかいろいろ持ってきてくれて、なんか最近の漫画とか YouTube 見るんだったらこれどうぞみたいに、タブレットとか、あとその中に知恵の輪、わかりますかね、おもちゃなんですけど、パズルで、要は手のひらサイズよりちょっと小さいぐらいのパズルで、金属の変わった形した、ねじ曲がったような変わった形した金属の部品がいくつか組み合わさって、ほどけないようになっているものをカチャカチャ動かして、ある順序で動かしていくと、2つか3つに分かれるっていうパズルのおもちゃで、これ懐かしいって言って、小学生の頃よくやってたんですよ。なんか友達だったか学校の先生だったかの趣味で、借りて誰が一番先に解けるかみたいな遊びやってて、それ以来自分で買ってっていうのはなかったと思うんで、あれ以来だなとか思って、じゃあ知恵の輪やりますわって言って、ずっと知恵の輪そっから始めて、2つあったんですけど、1つ目は見覚えあるっていうか、小学生の時解いた記憶もあるタイプのやつだったんで、でどうやって解くかは覚えてないんですけど、さすがに、でもこうなんかいろんな記憶が蘇ってきて、要は最後の最後、ここをこれの、この位置に来てここ通せば離れるんだったよなっていうので、なんとなくカチャカチャ動かしてったらすぐ解けて、で解けたって言って、その持ってきてくれたスタジオの人とか店に行って、あすごいですねとかちょっとおだててもらって、いい気になって、じゃあ2つ目だってやりだしたら、これが問題で、
2つ目の方はおそらく1つ目の方のよりも難易度が高くて、部品も増えて3つあって、3つがこうあらぬ方向に曲がった金属が、なんか変なところで組み合わさって、動くんだけども全然こう溶けないようになっているっていうやつで、これは見たことはなかった。小学生の時もやったことないやつで、これは難しそうだなと思ったら案の定全然ほどけなくて、ずっとカチャ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 動かすんだけど、こう解決の糸口も見つけないままずっとやってて、まあ時間潰れていいなと思ったんですけど、でもやっぱ一つ溶けちゃってるから勢いに乗ってるし、どうにかしてこの次の収録始まるまでに解いて、ちょっとスタジオの人驚かせたいなみたいな子供っぽい野心も芽生えてきて、やってたら、あれ、ここを通したらすぐ、ラストまではいかないかもしれないけど、なんかこうブレイクスルー一つ来るんじゃないかみたいな、ここを、これがちょっと説明難しいんですけど、ここをくぐり抜けたらなんか道が開けるんじゃないかっていうポイントに差し掛かって、ただちょっとそのすんなりいけるところじゃなかったんで、その金属がちょっとこう重なってるところをギュッて押せばなんとかいけそうだなっていうところがあって、そこ押しちゃったんですよ。メリメリみたいな感じで、メリ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 って言ったらストンっていって入ったんですよ。あ、これでもう次のとこ進んだなと思ったら、全くそれが動かなくなっちゃって固まっちゃったんですよ。だから多分それは全然不正解のところを通しちゃったのか、全然動かなくなっちゃって、みたいな、さっきまですごい3つの金属がカチャカチャ音を立てて動かせてたのに、一つもびくともしなくなっちゃって、振っても無音みたいな、うーわ、途端に焦り出して、借り物なのに壊したっていうか、なんていうか、もう遊べなくなっちゃったと思って、無人のスタジオで、うわ、どうしようどうしようと思って、これ元に戻さなきゃ始まるまでにって、でも頑張っても全然動かなくて、さっきまで行ったところを戻そうにも、今度どこに力入れたらさっきのメリメリ逆回転できんのかなも分かんなくなっちゃって、絡まっちゃってるから、うわーって諦めたぐらいのところで時間来ちゃって、そのさっきのスタッフの方が来て、じゃあそろそろ収録やりましょうかって言われて、あ、これ黙ったままでいるのも、まあ、おかしな話だなと思って、すいませんって白状して、これこれこういう感じでちょっと無理な動かし方したらメリってやったらこうなりましてって言ったら、あ、本当だみたいに言われて、これ動かないですねって言って、すいませんって言ったら、まあ、ちょっと貸してみてくださいって、それを知恵の輪持って女性だったんですけど、でいろいろやってみてくれて、僕手元見てたんですけど、すごいネイルの綺麗な方で、こんな綺麗な爪した人にこのメリメリ戻させんのもすごい申し訳ないなと思いつつ、もう自分的にはなすすべがなかったので、もうそれやってもらうの眺めてたんですけど、こうものの 2,3 分ぐらいでよっよっみたいな感じで、軽くそのメリメリビフォーアメリメリのところまで戻してくれて、わあ、できたみたいな、知恵の輪解けてないけどなんか一つ達成したみたいになって、あ、よかったよかったよかったみたいな感じで、すいませんでしたって言って収録やりましょうっていう風にね、やったっていうね、そんな一日もありましたね。いや、あの時は焦ったな。知恵の輪であんなに時間潰れるんだなっていうのはね、久々に体験しました。なんかあれ、名前は全然聞いてないんですけど、写真とか見たらわかると思うんで、ちょっと自分で注文してリベンジ、勝手にリベンジしようかなと今は思っております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。
このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいております。人生自体は久々なんですけど、映画ランキング長く続いて、投稿コーナー久々で、ただ他にも投稿コーナー開催しててメール送ってもらってるので、まあ、人生結構多くやってるコーナーなので、他のコーナーも意識して、実施していきたいねって打ち合わせとかで話し合っていたんですけれども、今日もそのこれ読んでみたらどうですかっていうメールがいくつも僕の元に届いて、読んでみると人生のメールの内容がとても面白い、これは困った、その嬉しい悲鳴というか、ありがたいことに読ませるなっていうメールがたくさん来ていてですね、まあ他のコーナーも随時やっていこうと思うんですが、今週人生やってみようと思います。ラジオネームグーチョキパーさんからいただきました。広島の方、20代の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも通勤やお風呂のお供に楽しくラジオを拝聴しています。私事で恐縮ですが、まあみんな私事なんで大丈夫ですよ。2023年に10年以上好きだったアイドルがアイドルを辞めることになりました。10年以上ってすごいな。最後の思い出に、とある現場かっこコンサートなど推しと会う日、現場の説明ですね、の一日のタイムスケジュールを送ります。開催地は宮城、好きなアイドルの誕生日当日のコンサートに向けてのタイムスケジュールです。ほう。前日18時、前日の夜、仕事を終え新幹線で東京まで片道4時間。広島、その時も広島だったのかな、広島から東京までってことかな。東京に住んでいる友人宅へ泊まらせてもらう、かっこ飛行機が苦手なので基本的に新幹線で遠征します。あ、新幹線中心だと大変ですね、遠距離は。0時24時、友人宅で推しの誕生日を迎え、買っておいてもらったケーキを食べ、本人不在ですがお祝いをします。バースデーソングを歌い動画を撮ったりします。不思議な空間ですね。1時、推しの映像を流しながら寝落ち。6時起床、早い。ヘアメイク、着替えを済ませて、まだ寝ている友人に声をかけて東京駅まで出発。括弧コンサートは別の友人と入ります。あ、そこはそうなんだ。ここは単に友達で泊まらせてもらって、また違う友達とコンサートは行くと。8時、東京駅で友人と合流し、東北新幹線で宮城へ出発。これはなかなか長い道のり。10時、宮城到着。仙台駅でずんだシェイクを飲んで、牛タン屋さんの行列を横目に会場までバス移動。かっこ帰りに牛タン食べようと強く決意。いいですね、牛タン。11時、会場到着。宮城の会場は山の中なので、電波も時間を潰すところもありません。ああ、大変。時間潰すのって大変ですよね。連絡を取り合ったり、休む場所もなくかなり不便。へえ。12時、昼公演開演。オープニングで客席が推しのペンライト一色になり、その光景を見た推しの笑顔に先ほどまでの文句も忘れます。へえ。15時30分、昼公演終了。周りにお店がないので、芝生にレジャーシートを敷いて、ピクニックをしながらおにぎりを食べたりして、感想を話しつつ時間を潰します。このピクニック楽しそうですね。18時、夜公演開演。あ、どっちも見るんだ。序盤でステージ上に野生のコオロギが現れる事件が発生。メンバーが大騒ぎで誕生日ムードが忘れ去られます。しかし、その後サプライズでお誕生日ケーキが登場。会場全体でお祝いでき、とても楽しく忘れられないコンサートになりました。20時30分、コンサート終了。仙台駅まで戻り、牛タンを食べながら楽しい思い出を反芻します。牛タンは美味しいし、推しはかっこよかったし、幸せそうで、お腹も胸もいっぱいです。以上、数年前のとあるコンサートの一日のタイムスケジュールです。
好きになってから時間も経ち、私自身も社会人になったこともあって、あまり情報も追えておらず、以前内山さんが情報すべてを網羅してこそファンとおっしゃっていましたが、ああ言ったかもしれない。今はおこがましくもファンとは名乗れません。かっこ笑い。なので辞めてしまうことにあまり悲しみはありませんが、大切な思い出です。まあまあね、人生のコーナーは経歴や素晴らしいキャリアの方ばかりなので、メールを送るのをためらいましたが、趣味とのお別れをきっかけに人生を送ってみました。乱文かつ個人的な内容で長文失礼いたしました。これからも内山さんのご活躍を楽しみにしております。寒い日が続きますので、風邪など召されませぬようご自愛ください。ということで、自分のお仕事とかじゃなくて、好きだった10年以上好きだったアイドルがアイドルを辞めることになったということをきっかけに、以前行ったライブに行く日の1日のタイムスケジュール、まずね、この移動が忙しかったですね。広島出発なのか確定はできないけど、そっから東京行って、でそっから宮城行って、で宮城の会場まで行って、電波時間潰すところもなく、昼公演夜公演見て、これでもうこれは当日帰るということなのかな。こりゃ大変ですね。一方で観光はまあこの日できなかったかもしれないけど、グルメはね、要所要所でずんだシェイク飲んだり、牛タンも食べて、行った先でなんか楽しみが、そもそもライブ見れて楽しいっていうのと、行った先でなんかその土地ならではのものを見たり食べたりできたら二度おいしいみたいな感じで、そのきっかけ作りになるのは楽しそうですよね。さて続いてのお便りです。アメリカ LA 在住30代の方、ラジオネームサバ缶好きさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいています。近頃、リモートワークから解放されつつあり、オフィスで仕事ができるようになって、久々に引きこもりではない日々を送っているので、こちらのコーナー宛にメールを送ってみました。映画を作ってる CG 屋さんの月曜日の様子です。CG。6時45分、起床。月曜日が来たことにしばらくへこむ。あら、水を飲んだり、日本の家族宛てに LINE を返したり、7時30分、身支度をして家を出る。バス通勤。7時45分、撮影用の建物のそばに着く。スタジオの敷地が大きいため、そのまま15分ほどのんびりスタジオ内を歩く。ふわー、夢の世界ですね。大きなツリーが飾ってあって、テンションが上がる。8時、デスクに到着。CG 作業するところもその大きいスタジオのどっかにあるんだ。8時デスクに到着。月曜はベーグルの日なので、キッチンでただ飯をもらう。ベーグル。USA ですね。美味しい。上司と週末何してた系の雑談をするも、寝ぼけた頭にろくな話が湧いてこず、しどろもどろする。紅茶も入れてのんびり食べつつ、ニュースやら SNS やらを見る。ここもなんかこうアメリカ感を勝手に感じてしまいますね。こう週末何してたとか、ハバナイスウィーケンド的な。8時30分始業、ずっと PC 前で作業。11時30分プロジェクトのチームミーティング。上司は今日も作品愛にあふれていて、見てると幸せな気持ちになる。すごいいいことですね。12時お昼ご飯、社食でたまたま会った数少ない日本人の友達と、心臓の動く速さと時間の感じ方には関係があるんじゃないかという答えの出ない不毛な会話をしながら楽しく食べる。どういうことなんだ。13時作業に戻る。15時30分ディレクターレビュー。気に入ってもらえた。一番この仕事にやりがいを感じる瞬間。16時この日はクラフトフェア、かっこ自作のものをスタジオのメンバーが売る小さい社内イベントが行われていたので、友達のブースを覗きに行ってイラストと本を購入。フリマみたいなものを会社でやるんだ。
16時30分、仕事に戻る。ディレクター OK はもらったので、チームの上司からの OK を目指して粛々と作業する。かっこ演出的に OK な状態から映画に乗せるクオリティまで持っていく。地味だけど大切なお仕事。へえ、これはわかんない世界だな。OK はもらったけど、チームの上司からの、チームとして映画に乗せるクオリティまで持っていく。はあ。19時、定時。バスの本数が多くないのと、夜は渋滞が多いので、行きの倍の時間がかかる。車社会ですね。暗いバスの中でワンクールを聞く。20時、帰宅。ストレッチと運動、お風呂。21時、同僚が作っているショートフィルムを手伝っているので、その作業。息抜きに趣味で描いている絵もちょっと進めたり。23時30分、就寝。冷蔵庫がうるさいので耳栓が欠かせない。あら。今は1年で一番暇な時期なので、改めて振り返るとゆるゆるですが、締め切り前は残業も休日労働も発生してくるメリハリのある仕事です。ホリデーシーズンで周りも浮ついているので、のんびりスタジオ生活を満喫しています。長文失礼しました。これからも放送を楽しみにしています。これ注釈がついていまして、スタッフの去年の12月19日にいただいたメールだそうで、もうそこから、3ヶ月ぐらい経って、最近のスケジュールはどうなんでしょうね。何作ってるんですかね。なんか僕映画ニュースよく見るんですけど、そういうの見ると映画とか、あと近年は配信ドラマとかでアメコミを中心に、そういうものはアクションが必須だから、そういう CGを作る人の需要がめちゃくちゃあって、そういうシーンが作業量がどんどん増えた結果、そういうクリエイターたちの労働環境がめちゃくちゃになってるよっていうインタビューだか、告発的な記事だかをこう読んだんですけど、納期とかが結構大変でみたいなね、それ言うのになってるんですかね、どうなんでしょうか。まあだから仕事は本当ゆとりある時間と、その作業に見合ったお金っていうか、時間とお金の二大巨頭、二大大事な柱がね、本当僕も自分で仕事してて思いますけど、これをこうしっかり安定して、こう合理的な納得のいくものを、時間の長さとお金とっていうのはね、大事ですよね。やりがいだけじゃダメですからね。そういうことは普段も感じるんですけど、あとその各種朝の挨拶とか、会社の行事とかで勝手にアメリカ感感じてたんですけど、この間アメリカで駐在で働いてる友達と久々に長電話して、僕はご飯食べつつサッカー見ながら2時間ぐらい話したんですけど、でこっちは夜遅めで、そうすると向こうはね反対というか朝で、いろいろ話したんですけど、そしたらたまたまスーパーボールの前日だかその数日後だかで、そのスーパーボールの日は上司の家に集まってパーティーだって言って、本当にやるんだと思って、ピザ食べながら見るとか言って、アメリカだなってね勝手に感じましたけど、アメリカ今物価もいろいろ高いらしくて、マクドナルドでこれ頼んでポテトもつけるともうこんなにするんだよみたいなのを聞いて、わあそうなんだとかってね、いろいろ聞いたりしましたけれども、そういうこともありました。ということで、引き続きまあどんな場所でも、どんなお仕事でも、お仕事じゃなくてもね、今回みたいな形で何でもいいですので、皆さんの一日のタイムスケジュールを思い立ったら、何でもいいので送ってみてください。メールお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は、長きにわたった映画ランキング紹介も先週終わったので、
今週は、久々に投稿コーナー人生をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。人生以外にもね、いろいろ投稿コーナーは受け付けているので、日々、もちろん他のコーナーもやっていこうと思うんですが、まあ2月も終わりが見えてきたというところで、まあ受験生の人なんかはね、まだまだ受験続いていて大変なんだっていう人もいると思うんですが、春もね、ちょっと先の方ではあるんですけれども、うすらぼんやりともう少しで暖かくなってくる兆しが見えてくるかなぐらいの時期だと思うので、春のこともちょっと考えているんですけれども、去年もやりました。春には春限定コーナー、新生活応援春のお便り、今年もやろうと思っていまして、春はいろいろ変化が多い季節、仕事が始まるとか、学年が変わる、学校が変わる、住む場所が変わるなどなど変化が多いということで、そういう春にまつわる変化のこととか、新生活が始まってああだこうだいろいろ大変だとか、そういうのを募集するコーナー今年もやろうと思っておりますので、変化が起こりそうであればちょっと頭の片隅にでも置いといていただけると、送っていただけるかなと思うので、よければよろしくお願いいたします、とそんな感じでございます。ということで、皆様からのメール引き続きお待ちしております。現在募集中のコーナーは、10代から20代前半ヤングの皆さんから30代の内山聖が知らなそうなことをクイズ形式で送っていただくクイズヤング、そして皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不詳の私内山聖の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。そして内山聖オフィシャルノート、内山聖の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の記事は、直近の映画ランキング2022について、まとめておりまして、ラジオで話しきれなかった2022年全体の、ランキングを眺めた時に思ったところや、総括的な部分も含めて、ランキングについていろいろあだこうだ考えて書いておりますので、踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net、one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。